26日に東京、有明アリーナで行われたボクシングの世界スーパーバンタム級、55.3キロ以下、4団体統一戦12回戦は、WBC&WBO 王者、井上直也、大橋が WBA&IBF 王者マーロン・タパレス、フィリピン、20回1分2秒 KO 勝ち。男子では世界2人目、アジア人で初めて、2階級4団体統一。 の歴史的偉業を史上最速の5ヶ月で達成した。快挙に湧く中、7月にウェルター級4団体統一に成功したテレンス・クロフォード、米国は、2023年の年間最優秀選手は俺だ、と自身の SNS に投稿。海外ファンからは賛否両論が寄せられている。画像、タパレスの顔が、虎と戦った後みたい。 圧倒的に違う井上直也タパレスの顔写真を比較自信に満ち溢れている。クロフォードは日本時間28日の深夜に自身の X、旧ツイッターを更新し、今年、パウンド・フォー・パウンドでトップ5のボクサーを倒したのは俺だけで、その倒し方も桁違いだった。2023年の年間最優秀選手は俺だ。一試合しかしていないというやつもいるかもしれないけど、 その1試合は他のどの試合よりもでかかったと投稿。自身のファイトの価値の高さを示した形だ。クロフォードの投稿文面には、具体的な選手名は出てきていない。ただ、井上の試合から数日の投稿ということもあり、海外ファンからは、その通りだ、100%正しい、同意するよ、といった声が上がった一方で、君は並外れたボクサーだけど、これは井上の勝ちだ。 井上は13ヶ月で2階級4団体統一したんだよ。今年は井上だ。君のファンだけど、井上は122に転校してすぐに階級最強の選手と戦った。戦っただけじゃなく二人とも KO してしまったんだ。など、井上の偉業を支持する声も広がっている。井上直也とパウンド・フォー・パウンド、p f p を争うクロフォードは7月にエロール・スペンス・ジュニア。 を破って2階級4団体統一に成功しかし今年はこの一戦だけだったスーパーバンタム級に転向しスティーブン・フルトンタパレスの2団体王者を2人とも慶応で下した井上の1年は確実に評価されている